関東のところどころに雨雲が発生、急な雨に注意が必要です。いただいているリポートから見ていきましょう。千葉県の市原市の方からいただいているリポートは、雨が降ってきましたということでいただいています。また降り方もしっかりとした降り方となっておりまして、傘がないといけないくらいのレベルとなっています。ではその関東付近の現在の雨の状況を見ていきましょう。晴れている、日差しが届いているオレンジ色の報告もいただいてはいるのですが、千葉県でしたり、またその他のエリアに関しても雨の報告を多くいただいています。レーダーを重ねるとこのようになっていまして、現在千葉県内が特に少し活発な雨雲も広がっていまして、ところどころ強まっており、ザーザーと強めの報告などもいただいている状況です。でこの後の関東なんですけれど、この後も湿った北東風の影響で雲が多くすっきりしない天気となりそうです。今日差しが届いているような北部などでも、また西部などでも雨の降るところがありそうです。雨の表現、青いところがないところでも雨の降る可能性がありますので、急な雨などには注意が必要です。これから外出される方などは雨具があると安心です。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけます。ぜひご活用ください。